こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、さらに問う、神戸の長きこと軟弱なりやと、服は無人にして樹は無料なりです。さらに質問するそのものの神戸の頭の長さは軟弱かと、そのものは福徳は無人で寿命は無料と答えた。これは碧岩録第59則の表彰にある宋古徳に問う、いかなるかこれ仏、古徳曰く、神戸は長きこと三尺、首は長きこと二寸という問答を踏まえます。意味は、僧が古徳に問うた、どのようなものが仏ですか。頭の長さは三尺、首の長さは二寸。頭頂三尺、頸頂二寸とは、その姿の描きようのないことを表します。で、今からさらに問う、神戸の長きこと軟弱なりやと、服は無人、樹は無料なりを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。